朝焼けのナガルコートナガルコートは、ネパールの首都カトマンズから約3 5トル東方の海抜2 1 0 0ルの山地の村。ヒマラヤの展望台として、サランコートと共に知られる。エベレストからさらに東の山脈、アンナプルナ山群までが一望できる。東にヒマラヤ山脈を望み、エベレストからさらに東の山脈までが一望できる。正面には、 ランタンジュがある山群が大きく見え、さらに、ポカラの北方にそびえるアンナプルナ山群まで、遠望できる。徒歩で1時間のマハデブポカリ山頂のビュータワーという展望台からはさらに展望が効き、南方に、インド平原へ至る山並みが眺望できる。特に早朝に刻々と色を変えるヒマラヤの展望が、美しい。一帯は、のどかな農村地帯である。ナガルコートの生活。 素朴な山暮らしの民家が点在する。遊歩道沿いにある素朴なレストランで提供される水牛のダルバート。村には30を超すホテル、ゲストハウス、ロッジが点在し、どこも眺望が良い。バクタプルのバス停から、長ルコート業のバスが1日4便。1時間半用。シーズン中には、カトマンズから直行するツーリストバスも多い。ABCD。 地球の歩き方ネパール2014-2015ハット n a g a r k o t c o m ハット、アゴダクラブヒマラヤナガルコートハットアゴダ、ナガルコートコテージナガルコート。ありがとうございます。